上下の歯を美しくさせていただくお客様です。今回は上下の見える範囲を全体的にですね、はい、美しく変えていきたいと思います。今の術前の状態ですね、まず上が犬歯からですね、反対側の犬歯までが谷さんで入れたね、仮歯が今入っている状態ですね。そしてと真ん中ですね、特に下の前歯のところのちょっと軽く開いてください。少し歯並びのガタつきがあるね、見られる部分ですね。この辺りは4番目から4番目の下は8本、はい、綺麗な、ね、アーチを作って内元の印象ですね、明るく美しくね変えていきたいと思います。ちょっと噛んでくださいね。上下の歯をきれいにさせていただいたお客様です。はい、今回ですね、はい、開いてください。下の歯の4番目から4番目の8本ですね、あとは上も同じようにですね、はい、4番目から4番目8本、合計16本、ね、施術させていただきました。ちょっと軽く噛んでください。もともとですね、隊員さんで治療されていた仮歯が入っていた状態と、神経治療がされていた状態だったんですけども、こちらでですね、カリバに、新しいカリバを置き換えて、ダイヤモンドセラミックで非常に美しいお口元に変えていくことができました。はい、色のトーンですね、割と白い色を、選択されて作っているんですが、しっかりとツヤと透明感を出して、より自然なお口元に変えていくことができました。はい、噛んでください。